鳥だよ <laughs> また鳥だよまた鳥だよなんでなんくちばしばっか描いてるいやほんマ、ま、鳥類ばっかり描かされてんねんけど。 ちょっと臭いよどうやって表現する <laughs> 臭さあーなるほどなるほど臭いよこれだな <laughs> ノイズ <laughs> これノイズはないわ。これがノイズだったらもう全部ノイズやん。茶色の線だけで臭いってわからない。いや、ちょっと一回,回それ表現してみる。茶色の線だけで臭いってわかることが表現してみる、これ一回。ああ、ちょっとうんこいらなかったな。<laughs> ああ、確かにちょっとうんこいらなかったな。これちょっとやっぱりうんこノイズかもしれないな。これまずいな。 これちょっとうんこのノイズせつあるな。マジかよ、<laughs> マジかよ、ちょっとお尻開いてるってマジか。 うーん完璧だな。<laughs> やべいやいくいやどうもうこれうんこは欠けたろ。これもううんこは欠けやろ。よし。いやうんこはうんこは欠けやろこれ。えー、<laughs> えええにこれ。 風で寝込んでいるラーメンマン <laughs> ラーメンマンいやでもこの髪の毛があれだよなこの髪があれだよな波平波平なことある波平ってもっと年老いたふうにかくくない何 <laughs> ですか <laughs> え、何だろうなこれはこれほんとかんないな手から手からビームを出す関取か から、えー、ビームを出すガンダムゼキ風邪をひいている赤ん坊あれあれこれ俺もしかして 熱を出した赤子。これが波平になったのかうまいやん。熱を出した赤子、めちゃくちゃいけるやん。どこで波平になったんだめっちゃうまいやん。めちゃくちゃいけてるやん。いけるいける。熱を出して冷えピタを旗がもう、まあ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 、表記ではあるけど、もういけるやん。こいつだよ。<laughs> ああ、もうこいつだよ <laughs> ああ、もうこいつだよ <laughs> こいつやん出たよこいつのせいじゃんこいつじゃんこいつが全部を今まで完璧だったのに、こいつがいや、これは赤子は無理やるわ <laughs> 波平になったな <laughs> すげえ波平になったなササヤさんの波平の死体 <laughs> ふざけんなふざけんなよふざけんなよなんでそんな感じなんだよやで撃たれるなみえの生首 <laughs> おいふざけんなよ赤子どうしてん、うん、<laughs> うまいんかここはここはすごいうまい最悪 そののままの形でなくなる魚どんなお題やね川で死んだ魚俺なんか俺魚描いたペンギンこれペンギンじゃないこれペンギンになるやつ最終的なこれペンギンになるやつじゃないこれ川の中で死んでる魚これペンギンになる雰囲気すごくないあこれもう臭いペンギンだなこれ。 川で流されてる臭いペンギン <laughs>。よくこの絵からペンギンって思ったな。まずいまずいまずいうんこを頭に寄せて漂流するペンギン <laughs>。しまったーまずい <laughs> まずい <laughs> まずいこれはまずいうんこを頭に寄せて漂流するペンギン <laughs>。一時間同じ言葉で伝わった。 うわマジかよこれもうなんだよペンギンじゃないだろこれイカダで相難する頭にうんこを乗せた人 <laughs> めちゃくちゃええなこの888680 88と336めちゃくちゃ足手まといやねんけど <laughs> ひまわりから蜜を集めている蜜蜂,蜂こんなの見たことないって <laughs> うまっ ひまわりから蜜を集める蜂。いや完璧やん。これがおかしくなる要素が全くわかんないねんけど。あ、ちょっと怪しいな。ちょっと怪しいな。ま、でもまだ大丈夫か。まだいけるか。蜜を集めな。あーこいつ回答には、回答には真剣なんだよな。336。回答超真面目なんだよな。あーもうおしまいだ。あーもうおしまいだ。ここだ。雷攻撃をする魔人。スをトリっぽい。これだ。 あもうこれだ。ああ、もうこれだ、<laughs> ああこ,れだこれ。これだ。ここか。手から電撃放つデビル力士。これか。ああ、見たことあるうになったわ。<laughs> ガンダム劇出た。<laughs> 手からビームを出すガンダム劇。はなにこれ、ガンダム、え、なにこれどういうこと誰 オッケーさんからビームを出す。少年 <laughs> 関…誰関くん？うん <laughs> お。すごくない。すごない。これ元々の問題。ひまわりから蜜を集めてる。ミツバチやってんでひまわりから蜜を集めてる蜜蜂。ミツバチ最終的にこうなったんやで。 ありえんくないこんこんなことある <laughs> これがここからこうなったんだひき落としましまいちおだいがな守りラムネオンのハリーポッターむずもうハリーポッターむよくサイダーを飲むしもやか <laughs> うわ気持ち悪い気持ちの悪い回答 酒が当たりないと騒ぐおじさん <laughs>。これ、緊張する波平じゃないか <laughs>。これ、緊張する波平にどんどん寄ってってな、今。酒がなくて怒ってるおじさん <laughs>。わやばどんどんどん、どんどんどん、あ、来てるぞ、これ。もう波平だぞ。ビールの瓶の中身が入ってなくて、切れるおやじ。来てる、来てる。来てる、来てる、来てるよ。全員、絵がうまいやん。 ビールがネードと切れる父親。あ、切れる親父。ビールがないことに怒る親父。あれ、ナミじゃないのこれじゃないのか、ナミは。ナミだな。ナ <laughs> ミだな。おい、記号書くなんて言ってやろ。禁止する波兵、ナミこれじゃん。出たよ、7人よ。 禁止しろと怒ってくる波平 <laughs>。よく、よくこれ波平でいけたな。いやこれ伝わったな <laughs> これは。これはこれはいったな。酒を止められた波平 <laughs>。 これ、記号、これ禁止ねこの絵にバッテンするとか、まあまあ、これはもうお構いやから、これはもうマジで、これはもう正解したとしても正解じゃないから、ハリー・ポッターで会ったこと一回もないな、このお題。<laughs> いや、ダサい、ダサい、バッテンがダ、やっぱダバッテンがちょっとダサすぎるわ。バサメの抜け殻、頭おかしいやん。<laughs> 頭おかしいやん。何サメの抜け殻って。 もやもやするサメ落ち込むサメもうお母様おかしいやつしかいないやんサメじゃないだろどう考えても弱っている火事 <laughs> 火事ってなんだよ、うん、弱っている火事やん 今日燃やすのに罪悪感を感じている炎 <laughs>。これ山火事じゃない。放火された林、かっこ炎がしょんぼりしている。やめろこの説明帳の書き方。<laughs> 卑怯だぞ。森に火をつけ、森に火をつける。森の妖精は火の妖精は悲しむ <laughs>。なんで火の妖精って。 あれこれこ山火事に驚く人あこれあこれ <laughs> あこれ <laughs> あこれ山火事に驚く人あこれ見たことあるやつだなあこの台見たな <laughs> あこの台見た山火事を発見した人ああ見た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  で昔を発見する人 <laughs> まずいまずいうわもうサメからえこれサメだったよなもともと大元サメの抜け殻よな <laughs> 大元サメの抜け殻よな <laughs> これもうこれよくないで本当にこの弱っている感じこの8672本当によくないでマジで。 家事っていう書き方がもう向こうに伝わる向こうにこの文字のまま伝わるってことを考えないとあーそうかなんか余計なものを書きすぎると伝わるんやなフランスの裕福なスポンジボブこいつお題は書いたんやフランスで本を読むスポンジボブうスポンジボブうま <laughs> スポンジボブうま フランス書院を読むスポンジボブ。<laughs> まずいまずい。もうスポンジボブしか残ってないけどな <laughs>。スポンジボブしか、スポンジボブが壁を投げる <laughs>。あー、残ってないけどな。どんどん,どん言,言ってるけどなああ。あー、壁を投げるスポンジボブ。 こうでパンチをするスポンジボブ伝わらないやろハンターハンター知らないとハンターハンターを知らないから伝わってないやろこの人にエ m ムスポンジボブ <laughs> 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 する方からされる方へ脅威の転身やんする方からされる方に脅威の転身やんこれさっきまであんなだったのにマジかよ ロ,ローか SM プレイを楽しむスポンジボブ今度はまたする方に今度はまたする方にローソクをたらすドイツのスポンジボブどんどん悪者にどんどん悪くなってるチリソースをおじさんにかけるスポンジボブチリソースおい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  ナミヘの頭にタバスコを垂らすスポンジボブ <laughs> なんでナミヘをいつもんずっとナミヘ出してるよなスポンジボブはやっぱでも消えるスポンジボブは消えなかったからやっぱキャラクターの強さですよねずーっとスポンジボブは消えることなくずーっといたもんなメシ <laughs> のマックイン馬娘殺すぞ <laughs> 殺すぞ <laughs> うまい <laughs>。うまい <laughs>。処刑中継される馬娘 <laughs>。処刑中継される馬娘って何あ、これをギロチンかなんかだと思ったのか。怖い考え方。笑顔の紫髪の馬娘。あ、これがなかったことにされるんや。これ待って <laughs>。あれこれ。 ちわずのうさ耳が生えた尻尾の生えた女あれこれ尻尾の長い緑髪のお尻尾の長い女のこれあっ <laughs> 女の子もう馬娘無理やん。いや、これひどいな。これまずお題の馬娘がひどかったわ。毛も尻尾女子。どんどん良くなっていくやん。<laughs> どんどん良くなっていくやん。キャラクターとしては。乙女擬人化シュナウザー。ーなんだこれ。<laughs> 何シュ,ダシュナウザーって。 水玉半尾で上機嫌なメス犬はっはは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 。疑心化じゃなくなった。赤いリボンをつけてチーズモルノクを着てる犬お前なんだよ。最後これ。メジロマックインがこれ。これがメジロマックインちゃんですかメジロマックインがこれ。メジロマックインがこれ。 これかー <laughs> これかーこれかに参加するヘルビスプレスリー、むずすぎだろう。電話で女をかわせるこれか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 こ 女の子に電話を見せつける変態エルビスプレスリーは冷める女に電話を見せる男ひどいどんどん,どん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 変わってってるやんエルビスプレスコミケとエルビスプレスない女性に電動マッサージ機を渡す男 <laughs> これちょっとマイクに見えるけどな <laughs>。これ軽くマイクに見えるけどな <laughs>。電脳マッサージを女の子に渡すおじさん <laughs>。よく電話ってわかったな <laughs>。電話で巨乳に迫ろう激しらうはし。い <laughs> 電まがきや。バイブセカラおじさんとエクササイズ女子頭おかしいやん。 どんなお題だと思ってなんだよ、これ <laughs>。しまった。くっそ難しい言葉がくっそ絵下手なやつに伝わった。くっそ難しい言葉がくっそ絵が下手なやつに伝導されてるやん。ここの、ここのつながりクソだな。ここのつながりマジでクソだな。クソとクソがつながったな。コンボ発生やん。このせいでもう何もわかんなくなったやん。銃で落としてるテルポース。最悪の歪み方したな。 ジ由でお化けを落してるテレポーズプレスリーどこだよ <laughs> まずいやん。お化けを打ち殺そうとする人間。まずいやん。テルテルポーズでもなくなったな。いやー。いや、最初はえ、ね、最初はコミケイさんからエルビスプレスリーだろ変わったな。